はい、今回もサイコブレイク実況を続きやっていきたいと思います。はい、それでは始めましょう。前回の続きからですね。これであのドアが開いたはずだ。ああ、ドアが開いたところからか。さて、物語も終盤に差し掛かってきたの。ドアが閉まった。うわー、怖いなー、このまたルビック。これはどうなの？綺麗に切る。最後まで。君を治す方法など存在しない。綺麗な皮膚を剥がす。頭も真っ白に。君は何が怖い？ルビ君？ルビ君を追えみたいな感じですかね。なかなか面白そうだな。まあ、とりあえず追いましょうか。なんか記憶の中って感じですね。こう白黒っていうかね、まあ白黒、完全な白黒ではないんですけど、色がねちょっと霞んで見えるっていうか、くすんでるのかな。これはなんか早く行った方がいいのかな。なんだこのエンブレム。いや、俺は逃げるよ。もうこういうのごめんだからね。嘘だろ？ちょっと、ああ、この糸にぶつからないように行かなきゃいけないのか。これはきついぞ。うわー、逃げれるか。ギリギリです。ダメだ。よかった、みんなここで死ぬみたいで。結構あれですね、すぐ行きます。てか、あんなところにマインボルトが。うわー、すごいいやらしいことしてきますね。それで釣るみたいな感じですかね。うわー、あれ取れんのかな。でも俺は宝物よりクリアをしたい。いいか。俺、もうこんなところで何回も死ぬなんてね。どうやらその上にセンサーがあるみたいで、しゃがんでいかないと、なんていうかね、その強制的に針は落とされちゃうみたいですね。なので、嫌おうでも、嫌がおうでもあれですね。しゃがんでいかないと、針の餌食になってしまうと。そういうことみたいです。よし。クリアできたかな。うわ、今度はなんだ、マネキン？巨大な銅像みたいなのが。
いい？進んでいくよ。うお、これは警告か。俺も進めばこうなるぞみたいなね。うわ、また追ってきてる。あー、そういうことか。一撃死。これはきつい。かなりきついぞ。こうなって、それでシャッターが降りてくるね。降りる。これはどういうことなんだ。あ、なるほど。こう打って。冷静に行こう、冷静に。うわー、トラバサミ。なんていやらしいんだ。うわー、やばい。あー、やばい。こっち行けばいいのかな。よし。一見行けないと思わせといて、行けるみたいなね。よし。なんとか、乗り越えられた。みんなお前のせいだ。あれ動けたのか。もう動けるなら動けるって言ってほしいですね。なんか急になんか巻き戻されちゃうから、動けるのかどうか不思議でならない。そしてこうやって取っておくと、そして破壊しておく。よし、順調ですよ。もうやり方さえ分かってればね、何も怖くないです。こういって、うわー、最悪のコンビネーション。よし、もうあんなの取ってる暇はない。急いでいかないと。ちょっと待ってください。これ使わないと。よし、今度こそ逃げてやる。逃げろー。よし、逃げた。危ないですね、本当に。あ、まだ地図集めあったんだね。もうとっくに終わっちゃってるかと思ったよ。あれ？さっきもこんなシミみたいのあったな。なんか同じところをぐるぐる回ってる気がしますね。どういうことなんだ。ここに導いたのはなぜだ。ここはあの棺桶で燃やされたところですね。棺桶っていうか死体がですね、女の子。こんなひまわり畑綺麗ですね、本当に。ありえないですけど、なんだそれに。あれはなんか若かりし頃の誰か。ラウラー、どこにいるの。そこって分かってるよ、息が聞こえるもの。こんな声だったんですね。彼
金持ちのバカめ、俺たちの土地を買い漁って俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。まさかここに火を放つのか。お、首吊ってんのかと思った。おい、ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。おいおいおい、なんてことだ。誰かお願い、やめて。ダメ、早く止まって。クソ、早くここから出なければ。あそこだ。いや、あそこだって言われてもどうやって行くんだ。これか。あ、ここに。これ動かしたからってどうなるんだ。え、何これ、撃てってこと。はしごがあるけど、あ、わからない。俺にはわからないよ、助けて。ちょっと、え、どういうこと。これが、あ、別に急ぐってことはないみたい。これが重りになってるから、これが外せばいいと思うんですけど、違うんですかね。重りになってて外せばいいんだと思うんですけど、ね、もう一つなんか、あ、なんだ、これであげんのか。なるほど。よしよし、結構かかったぞここまで。何気に、よし、これで乗れば。あれ、乗ったけど、乗ってあれを撃てばいいのかな。あ、合ってたみたいですね。よかった。そしてこっから出ると、なんだ、こっから出さない気か。それと、あと、またあいつか。これは戦わなくちゃいけないのか。うわ、生まれてる。これ無理ですよね、戦わないと。てか、それにめちゃくちゃなんか、これでも暗い。なんとかあいつら、ブレイ。これは無限そうだな、なんか。当たり関係はないのか。これはきついぜ。暗い。
時間制なのかこれ。なんだラウラに乗り移るのか。だいぶやばいですね。体力とかも弾とかもほとんどないですし、かなりやばいな。まあでも一応最低限の体力ありますけどね。食べてくれ。体力を回復しないと。誰かいるの？子供たちに会いたい。ベアトリス、何度も話したじゃないか。今のはルビックの父親、母親？よくわかりませんね。それになんだここ。あ、それでクリアなの？もう反対側どうなったんですかね。まあ一応チャプター9クリアですね。よし、ネクストチャプター。うわ、傷だらけ。傷っていうよりもこのあれですね、マークがびっしり書かれてる。そしてこの狭い階段。うわ、この蜘蛛の巣とか光の具合が綺麗。なんだ、地下鉄？何人殺したんだね、ルベン。ルベン、ルビクのことなのか？数字に意味はない。奴らは報いを受けただけ。研究に貢献する、栄誉も与えた。単なる研究ではないだろう。新聞によれば多くの人間が巻き込まれてる。トラップで。あのクズや害虫のことか。奴らは私の実験材料だ。だが確かにこれは単なる研究ではない。完成は近い。なんと忌まわしい。私の意志の成果だ。もうついていけないみたいな感じですかね。お、またありましたね。洋館地下の式。子供たちが奪われてしまった。それが運命だというの？彼が何をしたの？私の素晴らしい息子が、あの火事が全てを奪い去った。子供たちは変わってしまった。彼らは無事だと言っていたエルネストが、今は彼らが行ってしまったという。そんなことが起きるわけがない。母親にはわかる。愛する息子の声がまだ聞こえる。彼の笑い声。いつも地下から聞こえてくる。ありえない。母親には子供が必要なのに。ってことで。こんなところに隠されてる。フリーズボルトはいらないですね、正直。あんまり使い道がないのかな。よし。てか全然、なんていうか、ボスが強すぎて。頭がなんかノックもされてましたね。隣のやつは一体誰だ？
ち側か。どうやってこの世界ができているかお前にわかるか。何？お前は誰だ。憎しみ、憎しみだ。ルビックが抱いた激しい憎しみだよ。やつはここを出て復讐する気だ。奪われたものを取り戻したいらしいが、ダメだダメだダメだ、そうじゃない、ダメだダメだダメだ。ルビックを止めるまでこの悪夢は終わらない。何か聞こえませんでした？何も聞こえないよ。何だったんだろうさっきの声。憎しみ？そんなのはわからないな。気づかないふりをする。あれ、あのひまわりの絵がここに描かれてる。前はなかったですよね。このルビックの絵がね、飾られたり、いろいろなんかここにも変化が起きてますね。よし、じゃあ強化の時間です。これあげましょう。この全力疾走時間、ダメージ、マインボルト、ボルトの数も少ないんでね、増やしておきたいですよね。よし、マックスまで増やしました。あとはクリティカルですね。まあでもそれはまだその足りないんでね、もう結構使い切っちゃったんで、また次回、まあ次回があるのか分かりませんけど、もうほとんど終わりですよね。もう終盤に近づいてきたんで。物語もね、そのストーリー中心になって、あまり戦闘がなく、なんか振り回された感が半端ないですね。それでは行きましょう。よし、じゃあ切りもいいんで、ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。